みなさん、ナマステ。日本語のイピジノパッシャラへようこそ。私はカナーニタです。今日のモジュールの題は、天狗と文学です。これは、ペーパー4に属しています。ペーパー4の題は、日本文学のヒーローです。 それではまず背景の方から参ります。妖怪。小松和彦先生が指摘してらっしゃるように、日本で妖怪として人間に及ぼす役目を果たしているのがどんなところでしょうかいろいろな場面によって違います。 例えば農村の方がカッパそして町の妖怪は鬼と似ている存在そして山を代表するのが天狗ですの存在としてカッパはどんなものでしょうかどういった存在でしょうか まあ簡単に触れますが、農村地域圏の代表的な妖怪はカッパです。カッパは川沼の存在であり水陸両生です。つまり、海水とか池などにも、そして 土地にも生きることができます。体は緑色で5歳ぐらいの子供のように見えます。恋人のようですね。顔は虎のように、くちばしはあり、身に鱗や甲羅ができた。不気味なものです。 溺れる人や動物を水の方に引っ張ってその血を飲むという考えられています。カッパについての記述は日本文学で近世以降見られます。そして近世以降の文学に登場する存在 であるとされています水田が多い日本の各地にカッパに関する迷信伝説などがたくさんあります。もう一つ妖怪は町の妖怪として鬼のことを先生が指摘なさいましたが町の鬼としては町の 妖怪として、鬼の伝統が長いです。大きく分けると、鬼は二つのタイプがあります。一つは姿が見えない幽霊のような怪物ですね。もう一つは形がある鬼で、額に目があったり、角が入っていたり、 しています日本人話の,あの鬼退治のテーマを通して古じきのイメージが具体化されてきました。さらに、六道ドにガキ、地獄などのさまざまな鬼の形式が出てくることで、 馴染みがある存在です学習目的に入ります。このモジュールの学習目的は山の妖怪である天狗について学ぶことですね。そして日本文学に見られる天狗の仕業などの記述に基づいてその理解を 深めることです。山神こと天狗。天狗の漢字の由来は中国にある。伝説によると天狗は犬の意味です。天の犬の漢字だから、天にある流星の現象が犬のような形をなすから、 そう言われています。しかし日本で天狗は利益など欲しがる傲慢な僧侶に使われるようになってきました。さらに、金着物語集という説話集の第10巻に新殿編の34話、 つまり最後の話説話から見ると墜落した僧侶は天狗として生まれるという信仰があるようです。一般的に傲慢な人を侮る時の交渉です。山にいる存在だから 山岡にて修行する山伏や修験道たちに出会うことが当然ですね。ですから伝説などのテーマになっています。修験道は日本の伝統的な山信仰と仏教の融合したものですから天狗は 山伏のような格好をしているので、深い山で修行している修験道に近づいて修行を慰めたり妨げたりするのです。小松和彦先生によると、天狗の存在が サルタヒコという名前の紙に結びつけられます。サルタヒコは日本神話に登場しますし、天孫降臨の場面で登場し、ニニギノミコが高間原から地上に降りた時案内した人物です。 このサルタヒコは、花は長く、背中が七尺あります。サルタヒコは赤い顔に長い花を持ち、そして修験道の服装をしているそうです。中略。天狗は仏教という位置づけでありながら、 信仰の対象となる神でもあるんです。天狗は元来和紙や鳥に似ている。人のものを盗み取る仕業が知られています。天狗は翼があるから自由に空を飛ぶことができます。人通力がある存在です。 文学上天狗の登場は平安時代にさかのぼります中世の説話に一番によく登場しますこのように形式化してきた天狗の存在はそしてその特徴や仕業が根弱物語に巻き二重の冒頭の 部分にある説話群1話から12話まで具体的に天狗の特徴を表している描写しているのです最初の第1話は天竺の天狗が神探に渡るというエピソードになっています 天竺の天狗は海を渡って神田に向かったとき、海の底から妙な声がしたことに気がつきました。耳をそば立てて聞くと、商業無常の空のことであるとわかります。つまり商業無常の空は、 その第一句の意味は、我々の認識する物事や現象は因果の働きによって常に動いています。その因縁はいつまでも働くとはありえません。それは常に変化しています。 この概念は日本で無常観のもとなしてきたと言えます。第二句はどんなことを説いているというと、生じているあらゆるのものはついに滅ぼしていくのはこのようの決まりです。第三句は消滅するものが必ず 消え去るのですそして第四句で解いているように静まっていることが安らぎです。ということを意味しています。まあ静まっているということというと内面的に自分の存在について考えることですね。 天竺の天狗は近くにこの歌を聞いて天竺の天狗は近くに寄れば寄るほどその音が高くなります。そして川の上流にすこと驚いたんです。そこにいる主語神の視点のつまり四つの シんですね。と、ゴホド同時、つまり、クマらずがそこにいました。これらを見て、天竺の天狗は恐れて、身を隠れました。それは天狗,の天狗らしい行動ですね。 そしてしばらくすると事情を見てから勇気を出します。そして近くにいた同時にその理由を尋ねます。つまりそのというとなぜこの歌は海海水に響いているということの理由を尋ねます。それで冷え山の 横川から出る水なので、比叡山にいるとっとい僧侶や高僧たちが唱えるお経の響きが流れているということを知らせてくれました。日本の比叡山のとっとさを悟った天狗は仏僧侶 法を妨げることをやめますそして比叡山の総領として生まれ変わると誓いますそしてそこを消え去りましたその天竺の天宮は来世にその誓いの通り日本の貴族と生まれ比叡山の構想となりました言い換えれば 天狗もこそとして生まれ変わる。境地にある良い存在です。今弱の説話が強調したのが。天竺神誕本朝の三国に。ある仏教が。一番栄えている国が日本であることかもしれません。そして。 比叡山の僧侶の前世団と結びつけられることによって天竺の天狗に菩薩的な色彩を加えているといえます。これは天狗の存在にプラス的な側面を加えているのです。天狗造史の絵巻物 天狗のテーマが他の説話書にも、今弱物語書の他の巻にもあります。このテーマが絵巻物として画された、その絵画された本の名前は天狗造史。出版年は1296年。 です。この絵巻の前が金の記述によると、作成の意図として次のように書いてあります。本朝に仏法が伝えられて強まってきたが、それだけに僧侶たちは、おののの守備に偏って、 傲慢となりしたがって天狗となりますその迷いを覚ますためにこの増子を作るというのですその本床の天狗というのが幸福寺東大寺遠略寺などの 寺院の僧侶の鼓動を天狗に例えて不死する絵巻物の絵画です。奈良にある細衆の幸福寺ゆいまえの場面も描かれています。皆さんご清聴ありがとうございました。